どれかの値打ちがあるだろう。僕が今生きてるこの世界全てが無意味だって思える。ちょっと疲れてんのかな。手に入れたもんと控えにして、切り捨てたいつもの輝き、いちいち憂いてれるほど平和な世の中じゃないし、一体どんな理想を描いたらいい、どれくらいで進んだらいいかってようもない、その問いかけは日常に葬られて、君がいたらなんて言うかな、フライト茶化して笑うのかな、その柔らかな笑顔に触れて、僕の憂鬱が吹き飛んだらいいのに。決して捕まえることのできない花火のような光でどうしたって、もう一回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 、僕はこの手を伸ばしたい。誰も見ない悲しみを抱いてるだけの素敵な朝を願っている。大きく風に吹かれて波風が立った世界を、どれだけ愛することができるだろう。考えすぎで言葉に詰まる自分の不器用さが嫌い、でも妙に器用に立ち振る舞う自分はそれ以上に嫌い。笑ってても泣いて少しでも平等に、時は流れる未来が僕らを呼んでる、その声は今君にも聞こえてますか。来ること最初から分かっていた、どうしたって、もう一回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 、何度でも君に会いたい。巡り合えたことでこんなに世界が美しく見えるなんて想像さえもしてない。単純だって笑うかい、君に心からありがとう言うよ。届かないように揺れて流れて、透き通ってく水のような心って晴れたら、会いたくなった時の分まで、寂しくなった時の分まで、もう一回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 、君は強く焼き付けたい。誰も見ない問題を抱えてる、だけど素敵な朝を願ってる。大きな風に吹かれて波風が立った世界を、どれだけ愛することができるだろう。